なんでしょうかね。多分自分は長い方に入っちゃうんだろうなと思うんですけども、若い頃からの、ね、付き合いだったので、まあ言ってみればあれですよ、思春期を共にしたわけですな。で、もちろんバンド活動はねやりましたけども、学校帰りにね、千春の家のとこ家に集まって、今でね、エッチなビデオを見ながら昼ご飯食べるっていうのが、ね、結構恒例でですね、まあ、今お父さんお母さんが今日来ていらっしゃるというふうですけども、まあいいかなそんな風にね、まああの話もしようかな、まあ、子供だからね、風呂でも入るかみたいな、一緒に風呂にも入ったりする、ね、彼は絶対パンツを脱がなかった俺はチンチン出して一緒に入ったのに、まあね、なんか大事なところを隠してるのね、後から聞いたらかなり立派なものを持っていったそうで、もったいない思いですね。さあ、私も思い出話をちょっとしたんですけども、何かありますかね。俺はね、いつもね、こう千春はドラムが上手かったからね、まあ、これ言いたくないんだけどさ言いたくないんだけど、いつもこうね、リズムのこうリズムのことでケチをこうつけられてやってたんだけど、で、なんかじゃリズムじゃ良くなんだ、どうすんだよって言ったら、なんかディスコ行って踊るんだよみたいなまあその通りかなみたいなそんな思いで千春くんの話、なんかコンテストかな、ホットウェブかな、なんかの時に、私は浩二とね、クラスが一緒で、で、現浩二の嫁になったみきちゃんと一緒に応援に行ってたんですけど、千春くん、女の子の人気があって、あったでしょ。で、高校は違ったんだけど、その高校の女の子軍団がいっぱい来てました。で、私は千春くんもいいけど、ジェシカもよろしくねって手作りのチラシをその子たちに配った思い出があります。多かって5、6人いたかな、多分泉高校の女の子ちゃんたちだったと思います。はい、千春との思い出って、は最初にフライヤー作った時にうちで撮影して、それが思い出ですね。オチがない、オチがない、全くない、面白いない感じが面白い。思い出しては何かありますか。いっぱいあるっちゃあるんですけどね、中学、もう終わり、いや、中学の頃だっけな、ピアノがうちにあって、で、結構遠かったんですよね。チャルンチと三河ンチは近かったんですけど、バスで30分ぐらいで、なんだか知らないけどうちまで来て、うちの近くのピアノスクールに2人で通って、ね、で俺全然弾けないんだけど2人でずっと一生懸命練習してたっていうのが、ね、中学の思い出でしたねこれもオチがなかったねオチのないバンドそう、中学はね、私一緒だったんですけどね、高校は変わってしまったんですが、結構ね、人気はあったみたいで、なんででしょうね、彼は結構モテましたよね。まあ、また思い出話、続々としていきたいと思いますけれども、まさかね、あ、ごめんなさい、声が。やっぱり予想だにしない、死んでしまうというのは本当に全く思いもよらないことだったので、その思いをね、歌にしてみました。今日ね、これ一曲、新しい曲用意したんで、新曲、聴いてください。準備して、
聞いてくれよ。目を見開いて遠くを見れば今までとは違う世界が見えてくるはず。抜けられない闇はどこにもない。どうして君は何も言わずに消えたのか。Thank you.